はい、先輩お願いします。フナ君、行きますよ。あげおめ、頑張れ。フナ君、あの、この前に乗れますか、助手席。あ、オッケーっす。助手席に乗って、シートベルトっす。え、なんか乗れない2番。これ席移動 F1 で多分できるかも。あ、じゃあ乗りながらやるんで。あ、行けた。そこ、そう。はい。シートベルトしといてくださいね。しました。そこにぶっ飛んだ体型の子がいて、ちょっとあらかじめ言っとくことにします。最近は OK です。そうなんですよ、一応安全なところで見るんですけど。はい、了解。アーティファクト、まず見るのが線路のところと、これ助手席は何ができますか。なんかサーマル見てお知らせするみたいな。サーマル見方わかります？何も知らないです。E を押して、カメラ出てくるじゃないですか。はい、これ、右クリック2回押してください。屋上系全部右倉庫だけかな。そうすると青くなるんですけど、はいはい、これで人がいるとオレンジの点になるんですよ。ああ、確かに。人がどこにいるかとか見る感じっす。なるほど。情報を落とすみたいな。ただ、サーマの情報ないからちょっとリスキーだけど、60に1人。60捕まえてくれた。これ今回はあれですか、あんま喋んな方がいいですよね。あ、でもなんか情報を落とせるなら落としてもって感じなところはあるしね。ああ、船着き場一人いるね。なんか逆にあんまぐちゃぐちゃにするのあれかなと思って。確かに最初は一人いないの。60 60いるのね。報告されてる。報告できそうだけど、メイン1人報告できそうだけど、あれだな、固有の呼び方もありそうだから。まだ撮ってるよ。対面いるからね。道路対面1人確定で。だから60から60から奥にかけて121の配置みたいな感じで報告すれてみたいな。2番。あ、それ60で断殺した。それ断殺しましたよ。 OK で1番59の船着き場のところに1人います。あー、確かに。あー、これいいね。46撃ったんですけどやりきれなかったんで、45の俺いるのバレたっすね。これメインの方にみんな戻ってきてる。右側方面結構ぐちゃぐちゃにしてる。緑の、うわ、めっちゃ報告して、めっちゃ報告して。そこのところ緑のところめっちゃ報告して。真ん中辺にいるよ。いや、多分できるこれ。 IGL このタイプ。46の走行上やった。ナイス。メイン終わり。メイン終わり。了解。これ照らし合わせてことやね。あ、でもうまいな、やっぱ46の上やった、やったやった。まだもう一人いる。ヘリ大事だな、確かに。まだいたはず。1万46のヘリのとこ462はいたぞ、多分。あの4号の下にいます、ヘリの近く。てか何がでかいって、犯罪やってたからな、もともと。え、やってたんすか。え、犯罪。え、な、え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 、あれ4号の下、4号の上、4号の上、4号の上、ちょ、先輩、ちょ、え、あれ、ミュート、あれ、喉、あれ、ちょっと待って、パニック、ちょっと待って、これ、いや、歪みっす、これ。みんなでアルピ行こう。歪みです。それ、アルピやったやつだもん。え、この、あ、すいません、100年後の話、すいません。あ、びっくりした、それがもう気になりすぎて、今。なんかアルピがやられるところを普通に目視してた。あ、すいません、気をつけます、次から。あとは安全確保をして、はい。いかないんですよ。いやー、ちょっと待って、俺、本当に体験ってことで許してください、すいません、全然。あ、回収しましたよ、僕。全然知らなかった。周りを後見て、はい。こう、ヘリってミュートができないんですよね。それなんかみんなやったことあるっすよ、一回は。俺と丸の先輩だけ。これ俺ならできそう。俺できそう、これ。いや、ちょっと。すごいいいなって思う。すーっとっとっと。おっとっと。おっとっとっと。聞かなかったことできないですか、いくらっすか。いや、もう全然いいっすよ。やばい。クリップクリップ。やばい、マジ恥ずかしい。マジ恥ずかしい。いや、マジ、やばい。いや、本当に変な汗出てきた。なんで言って。なんならもっといい感じに突っ込んでくれてそう。なんで言ってくれないんすか。
言ったよ途中で。ええ、あの、そうだねって、なんで犯罪したことあるんだって。いや違うっす、もっと前。いやもっと前は無理だよ、なんか。いやそうっすよね、忙しいっすもんね。そういう独り言だと思っちゃうじゃん。いやそん、言わないっすよそんな。自信あるのはいいことだと思って。いややばい、マジで恥ずかしい、やばい。だから今度ちょっとやってもらおうかなってやっぱヘリ運転が、やっぱ運転集中しちゃうとね、なかなか3丸見えないから。そうっすよね、今助手席で切ってただけっすもんね。いやすみません、こんなクソガキが。3丸見てもらえたら嬉しいなって。すいません本当に、ケツの青いやつが。いやいや、うわできそうっすよね、やっぱ。苦しい苦しい苦しい、もう地上にいた人は苦しい、なんだこれ